宍戸氏は日本の氏族の一つ。平安時代末期から鎌倉時代にかけて活躍した源の頼朝の重心を張った地下を外し、小田氏と同族である。この一族は中世日立に勢力を築き、佐竹氏の秋田絵法に伴い、近世秋田に移った。また、南北朝時代に秋に下校した一族は、後に毛利氏と結んで、秋にも勢力を払拭した。 宍戸氏は藤原北家道県流、宇都宮宗綱の小八田地下を外し、小田氏は同族にあたる。平安時代末期の日立は、日立平氏が大乗職を世襲し大乗師を名乗り、日立南部を勢力下に置いていた。また、日立北部には、清和源氏佐竹氏が勢力を誇っていた。自称、樹栄の乱の際には、下野の小山氏、下宇佐の千柱は、 早くから頼朝に従ったが、日立兵士の多くや佐竹氏らは消極的姿勢に終始、しかし次第に頼朝への侵入を余儀なくされる。頼朝は日立への抑えとして、長身の八田地下を入れ、地下は日立の他しもつけ、美野などに所領を与えられて、日立国主御職となり、その一族は織田氏を本州として日立を支配していく。八田地下には、 多くの子があり、長七へに始まる着流は、筑波山並霊に本拠を置き、小田氏を称し、次男誘致は、美濃国いじら僧を伝領して、いじらし、三男地元はケア国モテギホを譲られて、モテギ氏、そして四、男家政が、後年獅子僧とも私称される小鶴僧を受け継ぎ、獅子土氏を称した。小田氏本州はしばしば幕府北条氏と対立、また、 織田氏の当主要年などに際して、着流に代わり獅子都氏が日立守護を務めるなど、獅子都氏は重要な一族となる。獅子都氏は一貫して、足利氏に味方して、各地で先行を挙げ、南朝に組みして衰退した織田氏とは、対照的な姿を見せる。またこの時期秋に下校した一族は、秋国高田郡内に土着し、後に、毛利氏と結んでこの地方にも、勢力を築いた。 室町時代、獅子都市は鎌倉府の関東を足利市に仕え、しばしば京都の幕府への使者を務めるなど、一族の多くが鎌倉府の中枢にあって重きをなし、勢力は最大となる。戦国時代に入り、獅子都市はやがて戦国大名として台頭した佐竹市の日立統一の勢いに講しきれず、佐竹市家の武将となった。 慶長五年関ヶ原の戦いに中立を維持した、佐竹氏は、原宝の上、秋田へ国替えを命じられるが、宍戸氏日立時代最後の当主、宍戸義長はこれに従わず、日立にとどまり、佐竹氏の秋田違法には、佐竹義信の命により、宍戸現在門周知が随従した。また、一族のうち宍戸市郎兵衛久たつもこれに従った。秋田に移った宍戸氏は、 八田地下三南地元の着流、秋田藩が老茂木氏と共に、南部藩境の幼少十二所に配され、代々藩主直騎として、佐竹氏に仕えた。秋獅子都市の根拠地、五流城秋国の志子都市は、八田氏族の志子都市が秋国に移り住んだことに始まる。南北朝時代初期の志子都市当主は、志子戸朝里であった。朝里は、足利高氏と共に上落し、 元稿三年、六原短大を落として、その功により十五以上に除せられた。翌、県務元年には、秋守に任せられ、公立省を賜り、なお長家と改めた。県務二年、日田義貞の軍を破って、京都に攻め上った高氏に従って、獅子戸長家も上落。以後は高氏が、窮地に陥っても常に従い、県務三年のたたら浜の戦いでは、 菊池武都市を対象とする九州の宮方と戦い、勝利を収めている。秋国に移住した長家は、柳が城を築いて、居城とした。しかし、妖怪の地ではなかったため、新たに居城を構える必要に迫られた。そのため、河合川向かいの元木山に築城を計画し、五竜王を勘定して、水を祈り、水を得て、ここに城を築いた。これが、 子戸市260年の居城となる五竜城である。これを根拠地として、秋子戸市は、秋国に勢力を築いていくのである。秋子戸市の中高の祖である宍戸元家は、もともと、日立子戸市ので出会ったとされる。その子である、子戸元元元は、優勝と知られ、秋国人の名主格の毛利氏と、たびたび交渉しこれを苦しめたが、毛利元隣の代になると和解し、孫である、 宍戸高家の妻に元なりの娘ご流局を迎え、以後宍戸氏は、毛利氏と協力関係となり、天文九年の吉田軍山城の戦いでは、出雲国の天子戦級を撃退するのに協力した。毛利氏が天文二十四年の五福島の戦いで、東春方を倒し最国の覇者となった後は、宍戸氏は、毛利氏の一門衆として、毛利両川に次ぐ大遇を受け、 伊予の大名である河野氏と隕石関係を結び、小早川氏と共に南海道の四国、伊予国への大きな影響力を発揮した。また、山陽道では貧乏国方面の攻略を担当した。慶長五年関ヶ原の戦いで、毛利氏が原報され、傍聴に移った際はこれに同行し、長州藩の一門として代々過労を務めた。また、この時期に、 出雲国へ移動する者もいた。歴代当主、しし長家、朝里さと、し知事の子、子に、元家知州、知事、朝さがいる。徳時元年に生まれる。家には、秋守る。秋四郎。常時2年5月20日に死去、去年58。法名は、リア。しし元家、とい長家の子、兄弟に、知州、知事、朝さ子に、家衆 熊谷田島守宗胸なの娘がいる。火力2年に生まれる。寒位は十五位下、とうとうみ守る。応援三年七月八日に死去。去年七十。獅子戸家秀、獅子戸元家の子。兄弟に熊谷田島守宗胸なの女子。子に、持ちともがいる。寒の2年に生まれる。寒位は十五位下、秋守る。影響元年四月十一日に死去。 去年79、獅子戸持ち友、獅子戸家衆の子。子に、教科がいる。永徳二年に生まれる。官位は、十五以上、備前神。通称は、やさぶろう。はじめ、家忠だと名乗る。長六三年九月五日に死去。去年78、法名は一空信宅。獅子戸教科、獅子戸持ち友の子。子にと家け、黒五郎。養子に、元家がいる。 王永三十四年に生まれる。官位は、十五位下、秋守る。宍戸元家に家督を譲る。宍戸元家、日立宍戸市の一族、後期秋宍戸市初代宍戸元元元、宍戸高家宍戸元継、毛利氏の傍聴違法に従ったため、秋国の領主としての宍戸市は終焉した。その他現在福島県や宮城県に多い宍戸生の来歴については、 現在まで確かな文献が見つかっておらず定かでないが、時代ごとに移住しと思われ複数の系統がいる。大石氏土家子孫が所持する家系図によれば、天文の乱で滅びた掛田氏の祖と言われている高松金、江森貞高が、小中2年に、忍ぶ軍岡本の地に在住した際に、初めてその家老として使え、県務2年に、邸高氏が城を、伊達軍県殿に移した際、 定高の家ジにより両前六大石号二十二巻を横領して、以後は大石を拠点とした大石志志戸。福島一岡島には、高松大見守るの居城跡と伝える城郭跡が見つかっており、また、両前町市によれば、大石地区にも両前神社周辺をはじめ複数の中世山城跡が確認されている。このように、大石獅子戸は、北畠明家の寄り木であった。 高松貞高の家臣となったが、大石獅子戸家の初代となった獅子戸義秀の父は獅子戸家儀とされており、家儀の父は日立獅子戸市当主獅子戸家時と推測される。南北朝以後の大石獅子戸氏は、大石京より、宇多郡軍本郷、所在地不明への地、伊久軍に移り、永京年間より、伊久氏の丸亀城の付け役として代々、丸森袖五郎屋敷に居住した。 伊達種宗隠居後の家老役として、丸森城に出資した大石志子都市は、種宗の主語を役御免となり、以後丸森の地に到着、堀畑屋敷、後漆原屋敷。子孫は江戸家を通じて、大木も入り、官入り役を務め、明治に至っている。江戸家には官入り役として代々、歌右衛門を称していたのが、京方年間に、伊達吉村が、犬軍見聞の際、 獅子どけ当主が、イグ軍の官入りであるにもかかわらず、歌右衛門を称していては、歌軍の官入りと間違えるので以後、イグ衛門と称すべしとゲージされ、以後、イグ衛門に解称したという逸話なども残っている。子孫は、明治の一時期丸森町の条約などを務めた。獅子どけ歴代の墓は、丸森町の再演時に近年までかろうじて残って、いたが、東日本大震災による、 墓石の倒壊により、すでに整理されて現存しない。また、伊達種宗が見て驚き出資を凍うたと言われる、両善国寺、北家紀家の御家来 ES 字を示す、伝来の武具甲虫類も、安政4年、放火により、家屋が全焼。消失して現存しない。伊達種宗の時代に、種宗に仕えて、数々の中君があり、天文11年、 種胸次男未も乙噛みすぎ入り、次の際に随行聖鋭百0の中に加わり、天文の乱で、欠けた春秋と共に、種胸側に組みしたため家跡断絶となった、獅子戸市一族との関係は不明。漢方関連年間にかけて、イグ軍の大きも入森役を務めた獅子イグ久モ門には、上司ただ、エモ門の他に娘及び次男伊曹寺あり。風土記御用書き出し丸森村。 大数優の五百章書き出しの中に、六大相続、堀畑屋敷栄吉と共に、記載の七大相続、水沢屋敷後外人、守る中王とある獅子土家についても、水沢の地が袖五郎の地に隣接していること、教法十五年の伊達吉村県軍の際の逸話の記載がこちらにもあること、水沢屋敷の当主が、代々伝十郎を名乗り、西恩寺にあった墓の一部に、 宍戸屋、伝三郎の名があったことなどから判断して堀畑、屋敷の宍戸家とは同族であろうと推測される。なお、水沢屋敷の宍戸屋は、江戸家を通じて、米沢から仙台に至る阿武熊水雲の中継地水卓のお城米問屋として代々この地のご飯館入りを務め、この地域の物流に重要な役割を担った。江戸時代には、幾度となく名主を務め、 また本家と同格に、名字台頭していた。なお、五十沢村は、西の上、村と東の下村に二分して、それぞれに、名主があり、獅子都市は、上村の名主を務めた。江戸時代の獅子都市は、起草寺を襲名しているが、19世紀初めの三代目、起草寺は、養産業で栄えた、伊達軍で三子を買い取り、江戸の三井と提携して、三子の販売で富を築いた。 その財で貧しい者を密かに支援したり、金華山黄金神社の財政破綻の折には多額の寄進をしたり、小売人や消失には金五十両、江戸城西丸消失の際には金百両を献金するなどの事業を行っている。また和歌にも優れていたという。幕末の四代目、紀荘寺は、幕臣として、貧民救済に数百両、西根関回収に数百両を供出し、 江戸城本丸消失の不信金千両、解剖費五百両、将軍新発用金千五百両、さらに、氷陣屋の妊婦の割当て等、巨額の献金をした。これより、江戸幕府から、子孫永代にわたる、明字竜脇と、上級武士と同等の正門の建築を許された。また、明治二年、母親戦争末期の東北戦争では、同族の仙台藩志士戸や大番組五十人を、 預かり、金品、酒などを教室した。明治以降も五十沢村の村長、学校の校長を出すなど、地域の重鎮として活躍した。現在、直径は、獅子戸七郎地の野号を持ち、五十沢の獅子戸市は二十数個ある。なお、阿武熊川を挟んで五十沢の対岸になる、伊達郡不入にも多くの獅子戸生があるが、必ずしも五十沢獅子都家と同族ではない。 五十沢から宍戸山戸線が、道の国区国井具軍西根の荒野に分家し、慶長五年、伊達政宗の白石城攻略の折、伊達政宗に従って、功績を挙げた。宍戸山戸線の分家筋も、伊達政宗から、宍戸政を名乗ることを許され現在まで血脈を保っている。 伊達市の白石城攻略時の荒野は最前線と位置づけられ、反能藩市の荒野の住民に火星を要請したものと思われる。四種度大和線を初代とする荒野四種度家は以後名前の一部に泉、駿河を数代繰り返す。河野が伊達政宗の支配になってからは伊達家の直轄地となり、河野、大張の主要11家を基盤に、 馬上11機と槍鉄砲150人組が組織され、そこに住む住人は、わずかな金数と兵役を持って年貢度するという行具を受け、国境の警備を担当し相馬市との戦いでも、また功績を挙げたという。市主土山都大和線の家系も、馬上11機構成する11家の一つである。丸森長子の中に監修されている文献や、荒野に移り住む前から昭屋だったとの言い伝えから、 五住宅獅子時計からの文家が移り住んだ説が有力である。荒野獅子時計に関する記述は以前に家屋が火災に相掛けずその他文献が消失しているため直系子孫に伝わる言い伝えと丸森調子をもとに編集している。荒野には他にも獅子時計の家計があり同じく五住沢から移住したものと思われる。 現在の宮城県白石市の獅子土生は、幾郡西根荒野の各獅子土家の流れを組む者多い。五十沢の有力者であった小野行部は、上杉影勝の家臣で、柳川城主となった津田長吉に仕え、伊達正宗の伊達軍信仰を撃退した戦での功を認められている。この小野行部自筆の大盤振る舞いの座敷割に、獅子戸様の進むの名がある。この座敷割には、 獅子都市以外に、岡崎市、引地市、佐藤市、遠藤市の名がある。江戸時代を通じて何度も、領主や大官が変わったにもかかわらず、いずれも現代に至るまで五十沢の主要家系として、血脈を保ち、明治以降は五十沢村の村長、校長などを輩出している。その他、旧伊達家領地の仙台青葉城以南、渡り、角田、川崎には、伊達はじめ門の地行地があり、 そこにも、獅子土星があることから、伊達家とのつながりが伺われる。獅子土師家系図判例。一実践は、実施、転線は用紙、用誌、転線は、婚姻関係。二構成の都合で、出生順より組み替え。三系図の出典元は、はじめの意味名を、朝へと表記する文献もある。ハットの項の六番目、イググ丸森村堀畑屋敷の獅子土屋に記載。 掛田氏については、江戸時代から伝わる掛田氏を参照。この間の獅子どしが、安永風土記に記載された、丸森村堀畑屋敷の獅子ど家である。なお、安永風土記記載の、丸森水宅屋敷の獅子ど屋も、教法15年の歌絵門から、イグエ門への改名の言われを記したくだりに、水沢トや、獅子ど伝十郎の記載があることや、 丸森の再園寺にあった獅子戸家の墓石の一部に、獅子戸や伝三郎と刻まれた墓石があったことなどから、堀畑や四季の子戸家と同族であったろうと思われる。関ヶ原の戦のり、南欧州では、伊達政宗、最上義光と、上杉景勝の戦があった。この時、伊具軍港屋の子戸氏は、伊達政宗に従ったが、わずか数キロメートルしか離れていない。 伊達軍五十沢の子戸氏は、上杉影勝に従った可能性がある。伊達軍は、約400年にわたって、伊達氏の本拠地であったが、その後、豊臣秀吉の欧州市沖によって、ガモ氏ジと、次に、上杉影勝の支配となりこの時の時代背景が、後に一族を二分したと推測される。俳優の子戸城が、戦時中疎開した宮城県白石市は五住宅と、 荒野に隣接し、この地域に親戚もいることから、獅子土城も、この獅子土一族の家系と思われる。ただし、角田花と獅子土家は、伊達家の武将、石川氏が、道の区国石川軍を支配していた時から仕えており、欧州市沖により、領地を失った石川明光が、伊達家に仕えた際に、伊達家領内に移り住み、昭光が、幾軍各大一万国の領主となると、 それに従い、角田に移ったと言い伝えられている。渡り獅子戸家には、日立獅子戸氏の出との話も伝わっている。ABCDEF 大田 1934P2748ABC 東院 1903P116ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ AABAC 大田 1934P2749 文書経図部集大田 1963P 近藤 1989P 網野1980小田市津九1993志士都市東鏡大平記中山新名編新編日立国史茨城県史茨城県市、両、三戸市 筑波町市友部町市編纂委員会 1990p、友部町教育委員会 2003p、山田 1995p、秋田関西修合文書、橋本宗彦編、秋田遠隔市体制、秋田県市、秋田県市、資料、大立志志達子 1974p、水沢 1993p、abcdefghijklmn、 opqrstuvwxyz, aab, a c a d a a f agri, ajakr, a m a o a p a q r a z a t a u avtomura1980p58, オータ 1934, p2750p2751, 19 abcdefghijklmn, OPQ 田村 1980P59 両前調子編纂委員会 P 宮城県政史家計大辞典編纂委員会 1994P 丸森調子編纂委員会 P 丸森調子編纂委員会ありがとうございます。